嫌いに決まってまっちゅ。あんなやつ所長の部下だったくせに。危険？はいでちゅ。
どちらにしろ本社からの命令でちゅ。こちら側がとやかく言うことはできないでちゅ。ことありません。ベイさんは人を裏切るなんてことはありません。これはリニアが望んだことなのです。でもこれはリニアが望んだことでして。所長、本社からの命令なのでちゅから、いいではないでちゅか。もしリニアに問題があるなら、この場で処分していただいてもいいです。だから所長さん、姉さんを疑うのだけは。リニアちゃんに自分の部屋まで案内しておいたでちゅ。レイさんの行動、あまり納得していないようでちゅね。本社に散らばるピクシズがすぐさまその発信機に情報を伝えてくれるでちゅか。友達でちゅか、部下に愛されてたのでちゅね。考えすぎじゃないのでちゅか。
所所長さん。先ほどは申し訳ありませんでした。ヒロさんとお呼びしていいですか？高ヒロさん、もしリニアがこの島から消えたら、高ヒロさんはレイさんと仲良くできるのでしょうか？ならば、リニアがどうしたらお二人は喧嘩をなされずに済むのでしょうか？はい。いや？痛いですよ。何をなされるのでしょうか？心配してくださってありがとうございます。高ヒロさんはやはり優しい方なのですね。だからそんな優しい高ヒロさんとレイさんが仲違いすることは悲しいことだと思います。良くないことだと思います。ほっぺがちぎれてしまいますよ。
ヒロさん、こんにちは。